はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、戦闘中やっていきたいと思います。で、今回はですね、また検証動画になるんですけど、武器屋にはね、忍び売ってるんですけど、忍びを購入するとボール1個を持って忍び登場するんですけど、ボールを武器屋に向けて投げて、なんか入ったら、その後忍びを購入すると忍びがね、ボール2個持ってる状態で始まるらしいんですよ。それをね、見ていきたいと思います。レッツゴー。で、今回やるのは無人島。スピードシューズレベル2をつけようかな。じゃあ行こう。で、無人島はね、最初ミッションがあるので、これをやろうか。まあどうなんだろうね、忍びがね、普通はボール1個持って開始するんだけどね、けどボールを武器に投げるとボール2個持ちで開始するというね、そんな変わらないけど、だけどお得って感じするよね。なんかこれ当たんないか。まあできたらちょっとこれ勝ちたいな。なんかこれ、あ、勝った。ナイス。勝利チームは、チームが強かったというね。50万円となる。これはナイス。これより共に戦ったチームメイトとさあやっていこう。まあ、まずはね、敵とかを数人倒して60万にしたいよね。あ、いや、まあ60万でもいいか。まあ、これちょっと使うか。じゃあ、おお、50万ね、ナイス。残念だったな。せっかくだからこの人もね、倒したいけど、まあいいや。で、こっからだね。あ、だけどやっぱこれ倒さないとな。あー、これ避けられるか。まあボールはありがたい。当たれ、ナイス。ちょっと敵がね、ここにいると、なんか OK。 じゃあやっていこう。なんか武器屋にボールを投げるんだけど、これでいいんでしょ。だけどまれに入る的な、100% じゃないのかな。まあ一応こうやって投げてるけど、これってさ、武器屋がオープンする前かな。なんかそう思ってきたんだけど。あ、一応ボール入ったけど、え、これでいいの？ボールってさ、ないよね。で、入ります。で、忍び買う。うん、購入されてるね。さあどうだ、ボール2個持ちなのか。この方法で合ってるのかもわからないけど、確かに。ん？ボールは？あれ1個だな。いやー、やっぱやり方が違うのか。誰が持ちます？こういうのを選べるんだ。これは知らなかった、この仕様。何これ、プレイヤー。忍びボール、え、じゃあただ単に僕ボール2個失ったってこと？最悪だな。なんかすごい遠回りしてるけど。ああ、そういうことか、ボールを取りに行ったのか。 OK、 ナイス。倒したのはでかい。ナイス。おお、最強だな。まあ、ノーマルっていうのもあるけどね。Nope。
ス。ナイス。イベント闘技場がオープン。面白いな忍び屋。何してるんだ本当に。おお最後の敵。いや危ない。え今何が起こった。はいオッケー。勝利チームはオッケー。一応2試合目やっていこうと思うんだけど、なんか MVP もらったっていうね。これいいね。じゃあこれ早速行こう。ここだね。そうここでどんどん投げていくか。武器屋が来るまでに。あ投げたよ。えこれでいいんだよね。今回しっかり武器屋の中に入ったから。でこれせっかくだからボール取っとくか。でも今回いけるんじゃないかな。せっかくだからもう淀原清は倒しとく。助けとくか。じゃあまあ貫通するというね。やっぱ毎回イベント。おお来た来た。ステージ2箇所に武器。これで見ていきたい。入りまーす。じゃあ忍び買います。どうだ。これでボール2個持ちなら成功っていうことだよね。獲得。どうなんだ。いや1個だ。あれ1個だな。アイテムでもやっぱりそうだよね。1個だな。どうなんだこれは。これはどうなんだろうな。まあ一応倒す。ボール持たせるか。じゃあプレイヤーとで忍び用。これ 100% じゃなくて稀なのかな。忍びのナイス。狙い、はい、ナイス。ナイス。僕の方向いてたからね。ナイス。これってさ、自分の方向いてくれたらもう忍び結構 100% 勝つよね。ナイス。オッケー。忍びが無双状態。ナイス。一瞬相打ちになるんじゃないかって思ったけど。はい固まってしまった忍び。まあ、残り2人敵倒しに行こうか。ナイス。残り1人いた。ナイス。ジュジュ。はいということで一応今回ですね、まあ、2試合しかやってないんですけど、どうなんだろうね。多分できるかもしれないんだけど、そのもし分かる人がいたらね、コメントに書いてくれると、ちょっとというか、まあありがたいのでね、ぜひコメントしていってください。どうなんだろうね、本当にできるのかな。まあ、ってことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画少し待ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことでボーイ。